ナリオ申し女です。1995年ある日、小室先生は新曲を作ってました。それは有名な自動車の CM のタイアップソングですが、ところで広告主の注文がとても気まぐれですね。わー、だったらこの曲の行方は一体どうなったんでしょうか。深夜の突然の隠密行動、少しずつ事情が分かってきた。コマーシャルを制作する自動車会社から小室の曲にもう少し派手めで売れる曲にならないかと異例の注文がついたという。全部ゼロから、これのじゃ あのマークと山田とかの歌いたいでも全部やりましょう。あれ全部ボツ。形を見せてきたのは全く新しい曲。我々が知る限り最初の曲はこうだった。今作られつつある曲はこうだ。 100% 新しい曲。やっぱり元の曲に戻してほしいって言ってる。それは言えないよ。言えないよね。小室はすでに一昼夜眠っていない。ここはちょっとヘビーな話なんで。誰が彼に切り出しにくいその話をするのか。スタッフの要請ではるばる東京から担当マネージャーが駆けつけてきた。ごく静かな数分が流れた。菊池マネージャーが帰ってきた。一昼夜休まず働かされたそのことへのお咎めはなしという。やりようがないっていうか、売れる曲って言われると当然違うと考えてる。ちょっとそれに僕は明日何度かの時に言ってくるから、でとにかくあの曲に戻すと、基本的に曲に戻して、今日は明日のまた今からの時間に OK。 あのパターンにしてくれっていう、またもう一回オファーが来直しちゃった。そっか、昨日ちょっと1日かけて作られたやつだった。ある人がもらうことでした。一応捨てゼリフで一応明日言ってもらうように、あの絶対売れますよあの曲はと言ったんですけど、言ってもらうようにしたの。なるほど。売れる曲で言われたんで、それであれに直されたわけですね。昨日一日かけて、2日かけて、あ、2日かけて、一昨日から。あ、そうですね。それ元に戻ったっていうの、そういうことですね。
ところで、あの時同時に生まれたもう一曲の行方は。そんな風に振られちゃった曲をともちゃんが歌って結局タイトになったわけですね。ひょっとしたら私たちはケイコが歌うアイビリブを聞いたかもしれないですね。小室時代の本当に面白い話でした。ではまた会いましょう。バイバーイ。